はい、どうもこんにちは、キトです。過去問解説で、東大が終わりましたので、今度続き、じゃあ京大の理系行こうということで、2017京大理系の第1問から始めていきたいと思います。で、まずは第1問ということで、問題はこちら。 W は0でない複素数として、 W たす W 分の1っていうのを X たす YI で、括弧1番、R っていうのを1より大きくして、 W が絶対1、 R 絶対動きますよと。で、この時に点 XY の軌跡。括弧2番が、α を0と2分の π の間の数として、W は変革 α で、変革 α の複素数全体動く時の点 xy の軌跡を求めてくださいというような問題です。はい。で、複素数と軌跡というような、まあ、かなり品質な話題であるんですけれども、細かく分けると方針というのが3つあって、まあ、単純に複素数の、まま、処理していく方針として、まあ、そのまま本当に問題文に与えられた情報をそのまま解釈していくものか、まあ、何かパラメータを利用していくのか、まあ、これは普通に実数の XY 平面においての軌跡においてもそのままいくかパラメータでいくかっていうような話がありますが、まずこの選択肢があります。で、XY 平面に、話に直していくのかというのが、まあ、まず基本的には複素数のままいくのか XY 平面でいくのか、まあ、XY 平面でもまあそのまま考えるのか、パラメータでいくのかというような話はあるので、まあなんか細かく分けるとこんな感じにはなるんですけれども、じゃあ今回そもそもじゃあまず複素数のまま攻めるのか、XY 平面の話に直すのかというような大きな2つの方針があるんですけれども、じゃあ今回問題文にヒントがあるんですが、W たす W 分の1を XY として、XY の軌跡を求めてくださいというような問題となっております。で、本来複素数のまんまであれば迷う問題としては、例えばこれ Z というふうに表されて Z の軌跡というふうに言われたらどっちでいくのかっていうのは考えなければいけませんが、まあ、この問題もおそらくヒントとしてもう XY で考えてくださいねというようなことをもう意味しているので、まあとりあえず普通に思いつく普通の方針としては XY の話に直した方がいいんじゃないかということで、まあ、こっちの方が自然な方針だと判断して、まずはカッコ1カッコ2ともにとりあえず XY 直して、話を進めていきたいと思います。で、もちろんこの問題複素数のままできますので、後で別解として複素数のままやるっていう方法は、紹介していきたいと思いますが、まあ、とりあえずは XY に直すぞというような方針で、この問題を解いていきたいと思います。はい。じゃあ、問題の状況としては、問題文 W not 0で W たす W 分の1っていうのがX たす YI だよというような情報が与えられていて、で、括弧1番で R っていうのを1より大きいというふうにしたときに、W の絶対値が R だよと。まあこれらは全部複素数の情報なんですけれども、まあ今こっちの左辺の情報、右辺は XY の話だったので、左辺を XY の話にしましょう。すなわち実部虚部を分けて議論していきましょう。で、絶対値が R だというふうにあるので、まあ、S たす TY とかいうふうに置いてもいいんですけれども、まあ、ここでは、コサインシータとサイバイのサインシータ、極形式を利用していきたいと思います。なので、こういうふうに置いてあげて、まあ、一周全体動くので一周分ちゃんと用意してあげて、で、結局、ま、これを満たす奇跡の話ですので、シータが存在するよというような、条件を処理していけば OK です。はい。まあ、とはいえ、今、XY の話で直していきたいので、W たす W 分の1っていうのを、まあ、この表記で計算していきましょう。まず、W はそのまま R コサインシータたす I 倍のサインシータ。で、W 分の1っていうのは、距離が逆数になり、角度っていうのは、共約の角度と同じですので、コサインシータマイナス I 倍のサインシータ。ですよと。はい。で、これ整理してあげると、R たす R 分の1の、コサインシータ足す、i でくくってあげると r マイナス r 分の1のサインシータ。で、今こいつを x 足す、こいつを yi というふうにしているので、こいつを x、 こいつを y で、これで xy の話になったので、 x イコール r 足す r 分の1コサインシータ、 y イコール r マイナス r 分の1のサインシータ。で、シータがA0 から 2π と。まあ、一応ちょっと細かいこと言うと他の条件っていうのはあるんですけど、今まあ一番下の情報はこの表記で表しているので処理済みで、今この情報はこれで処理済みで、まあ、一応 R が1より大きいっていうのは定数として含まれていて、で、0でないよっていうことはまあこの表記から出てもくるし、まあ、この条件から R が1より大きいとかからも、
出てくる情報なので、まあ、こいつは、まあ、そもそも分数を表記するために必要な情報だったので、まあ、特に何か、式を処理していく上で注意が必要ってわけではないので、まあ、結局これを見てあげれば OK と。で、これを見てあげればもう普通に知っている知識で、ただの楕円のパラメータ表示となっております。まあ一応ここの部分とここの部分っていうのが、いわゆる半径、長軸短軸の半径を表すようなものなんですけれども、R っていうのが1より大きいので、結局まあここは正なので、いわゆる普通の表記ですね。X イコール A コサイン、Y イコール B サインという形で普通の楕円の表記です。で、じゃあこれの軌跡っていうのはまあ楕円になるんですけれども、サイン事乗足す、コサイン事乗っていうのが1だよということなので、これ逆数取ってあげて、ちょっと先にコサインの方を書きますが、R 足す R 分の1、逆数、逆数じゃない、割ってあげて、コサイン、イコールというふうに直してあげて代入すると、これの事乗足す、サインの事乗、R マイナス R 分の1の事乗の Y 事乗イコール、1だよということで、まあ、θは、本当は範囲があったら注意が必要ですが、まあ、今回は一周分するので、この楕円の全体ですよ。ということで、A 括弧1番の答えを出すことができました。はい。では次、A 括弧2番いきたいと思います。まあ、こっち側っていうのは、要するに、こういうような変換をしてあげたときに、W の、要するに、W の方の入力する側の、絶対値を一定としたら楕円動きますよと。で、括弧2番、じゃあ変革を一定とした場合、どういう動きをするのかっていうのを考えてくださいねという。話です。はい。もう一回整理をすると、W のと0、W 足す W 分の1っていうのは今 X 足す YI というふうに置いていて、今度は0と2分の π の α に対して、W の変革っていうのを α としてこれ全体を動きますよというような状況です。で、同じく、XY に直そうというのがこっちの方針なので、XY 直していきたいと思いますが、こういう情報が与えられているんですけど、W っていうのを、要するに、距離がわからないので、R の、で、変革はわかっているから同じく極形式でいきましょう。で、今回どこ動くのかというと、2分の π 第一象限の角、あ、0と2分の π の間で第一象限の角に対して、変革 α 全体ということは、要するにこの半直線で、原点を端点として端点は含まないような状況なので、R、正としてこういうふうに、書くことができるぞと。で、同じく W 足す W 分の1イコール X 足す YI という処理をするんですけど、まあ、結局この計算とやるべきことは同じなので、当然結論は同じになります。動くものが変わるだけ。左だと、R の方が固定されてて θが動いたんですけど、こっちは、R の方が動き、θは固定されているよという状況になっているだけなので、計算の結果自体は同じ値になって、まあ、対応する場所をスモールに変えて θを α に変えてあげれば OK です。はい、ということなので、今、まあ、この情報がこいつで、この情報っていうのがこいつとなるよと。で、R が正というふうに言っているので、まあ、この情報は含まれていて、まあ、あとは、こいつは適宜利用していくよということなので、結局、まあ、これを満たす、α が存在するよという条件を処理していけば OK です。α じゃなくて R ですね。R が動くので、この正の R っていうのが存在するよっていう条件を処理していけば OK です。はい。で、まあ、今、α は固定で、まあ、結局 R の話に直したいので、これをさらに変形していきますが、α っていうのは0と2分の、π の間ですので、コサインもサインも、正ですよと。コサイン α 分の x イコール r 足す r 分の1。まあ、正ですので割り算しても OK で、r マイナス r 分の1。今、r の話、r が存在するかどうかという処理をしていきたいので、まあ、足して引いて、r と r 分の1にしましょうか。足してあげると 2r イコール cosα 分の x 足す sinα 分の y 引いてあげると r 分の2イコール cosα 分の x マイナス sinα 分の y で、r が存在するかどうかという話を聞いているので、まあ、r を消去してあげましょう。もちろん例えばこれを2で割って代入していってもいいんですけれども、まあ、それと、ほぼ同じ操作っていうのはこれを掛け算すれば r を消去できるので上と下掛け算してあげましょう。コサインアルファ分の x プラス、まあ、結局、足したものと引いたものなので、事乗引く事乗という形になります。コサインアルファ分の x の事乗マイナス、サインアルファ分の y の
事情ですので、さらに4で割ってあげるとどうなるのかというと、1イコール2コサインアルファ事情分の x の事情マイナス2サインアルファ事情分の y の事情ということで、とりあえず r を消去した情報としては、これで、おしまいです。まあ、ただ奇跡っていうのは消去すれば出てくるっていうわけではなくて、今この双曲線上にあるよというわけで、本当に r が存在するかどうかという条件をちゃんと処理しなければいけません。あくまでも r が存在するんだったら、こういう式が成り立ちますよという話なんですけれども、実際に r が存在するのか、これを満たすような xy があれば、上の式からこの式から r が存在するということは保証されているんですけど、正の r が存在するっていう情報を処理しなければいけないので、 r が正だよ、すなわちこれを満たせば代入して、これを満たす xy に対してこの xy を取れば、2倍した r が出てくるので、基本的に r は存在するだけれども、その存在する r っていうのが正の範囲であるよっていう、こいつが正となるよっていう条件を満たす範囲で存在しなければいけないので、これかつこいつを満たしているのが今回の奇跡になります。で、これとこれっていうのは関係ないものではなくて、結局要するに、まあここの部分の要素で、3α をかけて移行してあげるとマイナスタンジェント αx というふうになるんですけど、これどういう状況なのかというと、よいしょと、角度を α としたときに、これっていうのが y イコールタンジェント αx に対して傾きをマイナス1倍しているので、それを折り返したのがマイナスタンジェント αx なんですけど、これってこの双曲線の前近線になります。なので、よいしょと、まあこんな感じの双曲線になるんだけれども、この中でも、マイナスタンジェントアルファ x より上側にある部分、こっち側の前近線より上側にある部分という話なので、この双曲線のこっちではなくてこっち側というのが今回の答えです。なので、このうちのさらにこの部分というふうに答えてあげてもいいですし、まあ、この部分っていうのは言い換えれば、まあ、要するに x 正の部分と負の部分ってあるんだけれども、まあ、このうちの正の部分だというふうに答えても問題はないですが、まあ、とりあえずこの条件っていうのを追加してあげて答えが出てくるよと。これで括弧2番がおしまいです。はい。で、今みたいに、XY の話に直そうねというのが、とりあえず問題文の流れ的には自然な方かなと思ったので、まずはこちらで紹介をしました。で、実際答案としても、こっちの方がだいぶ楽になりますので、実際の上でもまあこれでやる人が非常に多いんじゃないのかなというふうに思います。で、一応まあ、ここではちょっと省略を、いたしますが、一応曲形式で XY の話に直しましたが、一応口頭ではちょっとだけ言ったんですけど、例えば、括弧2番の方で、あ、まあ、括弧1でいいか。括弧1みたいな方であれば、距離が、あ、絶対値が R だよというような状況で、W イコール S 足す TI というふうに置いて、S 次乗足す T 次乗イコール、R 事情だというような条件を課しても、まあ、同じように、考えていくことはできるんですけど、まあ、さすがに、そうやるっていうのは本当の本当の最終手段になるので、まあ、なんか、とりあえず、まあ、絶対値が与えられていて、こっちは、変革与えられているので、まあ、曲形式直そうっていう部分に関しては、そんなに苦なく思いつく範囲なのかなというふうに思いますので、まあ、一応、そんなにはやってはいないんですけど、まあ、おそらくこっちでやっても、まあ、できるのかなとは思いますが、一応ちょっとここではその方針はちょっと省略をしたいと思います。はい。では、最初の方に言った、じゃあこれ複素数のまま処理しようっていうような方針で回答を書いていきたいと思います。で、実際、複素数のまま処理した方がいいのか、XY 直した方がいいのかっていうのは、意外と、そのパッと見で分かんなかったりする状況も結構多かったりするので、この問題に関しては結果で言えば、どちらかといえばこっちの方が最初に紹介した方が楽になるという感じなんですけど、まあもちろん、普通に複素数のまま考えていっても、できます。はい、w 足す w 分の1っていうのを x 足す yi というふうに、置いて、今 w のと0というのを考えていて、で、w の、絶対値が r だよというふうに言っているので、まあなんかこの xy っていうのを除けば、普通に複素数のまま考えたくなるような問題でも
あります。なので、複素数のまま行ってみたいと思いますが、まず絶対値が入った場合の処理っていうのは基本的に WW バーが R の事情というふうに直して、いわゆる強約とセットで考えましょうというのが、基本です。で、こんな感じで強約が登場する場合っていうのは、条件式に対して、こいつの強約を取ったやつっていうのも、まあ、自然に成り立つ、これが上が成り立つんだったら強約取っても成り立つので、まあ、要するに、2次元の情報ですので2つの情報を含んでいるよということで、こいつも用意してあげます。なので、これを満たす、W っていうのが存在するよという、条件を処理してあげれば OK です。で、W と W バーが2つ出てきているので W バーイコール R 事乗分の、1W っていうのを使って、W バーを消去していきましょう。まあ、意外と、こういう流れをやるっていうのも多い処理ではありますので、まあ、このぐらいは全然、やってもいいというか、こういう方針を選ぶということは割とそんなに、変な方針ではないのかなというような気がします。これが与えられた条件の方で下側の方に、代入をしてあげましょう。そうすると、R 事乗分の1の W 足す、こっち逆数を取るので、R 事乗の W イコール X-YI という状況なので、結局まあこれを満たす W っていうのが存在すればいいよと。で、じゃあこれを満たす W が存在するという話をしたいので、W という話にしたいんですけど、こっちが W 分の1でしたね。こいつの逆数を取っているので W 分の R の事乗。なので、こいつ W と W 分の1というのがあるので、一旦、それぞれの話にしましょうか。こいつを丸1として、こいつを丸2というふうにして、じゃあまず W の方を残るようにしていきたいので、W 分の1が消えるようにしましょう。丸1かけ R 事乗マイナス丸2っていうのをしてあげると、R 事乗マイナス R 事乗 W イコール、R 事乗マイナス 1X プラス、R 事乗プラス1の Y というふうになるよと。で、次、じゃあ W が消えるようにしましょう。丸2から、丸1、どうしようかな。丸2を R 事乗倍しましょうか。丸2っていうのを、R 事乗倍してあげると、W になるので、そこから丸1を引き算してあげれば、W が消えるぞと。そうすると、R4 乗マイナス1の W 分の1っていうのが、R 事乗マイナス 1X のマイナスの R 事乗プラス1の Y で、こっち I が抜けてましたね。Y の I という感じで、結局まあこれとこれを満たす W が存在すればいいよと。で、さっきやったように、まあ例えば W イコールに直して代入してもいいんですけど、まあこれ掛け算すれば、それで、出てくる結論としては同じなので、この2つを掛け算してあげましょう。 R 事乗マイナス R 事乗分の1 R4 乗マイナス1イコールこれとこれ掛けると、強約になるので、 R 事乗マイナス1の事乗 X 事乗虚数の部分が消えて、ここが、プラスの R 事乗足す1の、Y の事乗を。で、あとはこれ整理してあげれば、一応ここの部分っていうのが R 事乗分の1の、R4 乗マイナス1の事乗なので、事乗マイナス1の事乗足す事乗足す1の事乗で、まあ、これを割ってあげれば、1イコール、R 分の R 事乗足す1の事乗分の X の事乗。足す、R 分の R 事乗マイナス1の事乗の Y の事乗ということで、まあ、当然結果としては同じになりますが、これで処理していくことができます。だからまあちょっとだけ労力は若干こっちの方が大変な気もしますが、まあ、そんなに、変わりなくとりあえず括弧1番を出すことができます。で、括弧2番も、同様に複素数のままできるんですけど、ただ括弧2番に関してはちょっと変革の情報なので、やっぱり極形式を頼りたくなる気持ちはあるので、やっぱりこっちの方は、若干、めんどくさくはなりますが、一応複素数のままでも、できます。 W ノット 0W 足す W 分の1っていうのが X 足す YI で、W の変革っていうのが、α であるよというような状況です。 α っていうのは0と2分の π の間
で、この変革アルファっていうのを極形式使わないで表すっていうのはまあちょっと難しいんですけれども、まあこの考え方もまあ意外とよくやる話ではあるんですけど、変革アルファということはこいつをアルファ逆に回転させてあげると実数になるよと。つまり W をマイナスアルファ回転するのでコサインアルファマイナス i 倍のサインアルファっていうのがあって、こいつがちょうど実軸上に乗っているよっていうのが必要十分です。で、今回半直線右側というふうに言っているので、これっていうのが正の実数。要するにこっち側っていうのも、アルファを戻してしまうと実数になってしまうんですけど、こっちが含んでいないので、あくまでもこう半、アルファ逆回転してあげると正の実数となるよと。すなわちどういうことかというと、これの強弱をとっても同じになるよと。こいつっていうのが強弱をとっても同じになるよ。コサインアルファ足す i 倍のサインアルファになり、かつ、これが正のというふうに言っているので、まあ、これが実数であるという情報と、コサインアルファマイナス i 倍のサインアルファが正。まあ、i が含んで不等式っていうのはちょっと変な気もしますが、まあ、実数であるという条件は満たされていれば実数の世界なので、まあ、ちょっとこういう表記をしておりますが。で、これかつ、W0 の W 足す W 分の1っていうのが X 足す YI と。で、同じくこっちも W バーという話が出てきているので、やっぱりこいつを用意してあげましょう。W 足す W バーイコール X マイナス YI。で、結局これを満たす W っていうのが存在するという条件を処理していけば OK です。で、こっちに関してはちょっと大変なのが、この式っていうのが W バーを消去しようというふうに同様に考えると、ちょっと、この表記は計算が大変になるというぐらいではあります。こいつを W バーイコールにすると、コサイン 2α マイナス i 倍のサイン 2α の、W ですので、こいつを代入してあげましょう。そうすると、まあ、W のコサイン α マイナス、こっちは特に何も変わりなく、まあ、こいつ、これが正だというふうに言えていれば、こいつはま、結局考えなくていいということなので、こいつは無視してあげて、W 足す W 分の1っていうのが X 足す YI、こっちも同じで、結局ここですね。代入をしてあげると、コサイン 2α マイナス i 倍のサイン、コサイン 2α マイナス i 倍のサイン 2αW 足す、逆数を取っているので、強弱になって、コサイン 2α プラス i 倍のサイン 2α の w 分の1、イコール、x マイナス yi というふうになるので、こっちを丸1と、こっちを丸1として、こっちを丸2というふうにしてあげて、結局、まあ、w が存在するという話にしたいので、さっきと同様に w と w 分の1に直してあげましょう。はい。で、まずじゃあ W 分の1っていうのを消去したいので、丸に引く、コサイン 2α 足す i 倍のサイン 2α した、丸1っていうのをしてあげると、W 分の1が消えるぞと。なので、それをして引き算をしてあげると、マイナスの 2i のサイン、2α っていうのが、の W か。っていうのが、こっち側かけてあげて、引いてあげ、丸2から丸1を引くので、左辺に残り、x-yi というものに対して、引く、コサイン 2α 足す i 倍のサイン 2α の x 足す yi という感じになって、とりあえずこれが出てくるぞと。で、次に w 分の1っていうのを、残したいぞというような話で、あれば、丸に引く、コサイン 2α マイナス i 倍のサイン 2α をしたものの丸1っていうのを引き算すればよくて、で、そいつをしてあげると残るのが、2i のサイン 2α の w 分の1かに対して x-yi 引く、コサイン 2α 足す i 倍のマイナスの i 倍のサインの 2α の x プラス yi というふうになって、で、これを満たす w っていうのが存在すればいいぞと。同じくじゃあ w っていうのを消去してあげると、
先ほど同様にこれとこれ掛け算してあげれば、4倍の、sin 次乗 2α イコール、こことここの計算をして x-yi の次乗を、クロスをしてあげると、マイナスの、cos2α たす、マイナスの、i 倍の sin2α の x 次乗たす y 次乗になり、こっちとこっちをクロスしてあげるとマイナスの cos2α、こっちとこっちをクロスするのでプラスの i 倍の sin2α の x 次乗たす y の次乗で、こことここ最後掛け算をしてあげるとプラスの、1になり、こっちの部分っていうのが、x たす yi の次乗ですので、ちょっと大変ではありますが4倍の sin 次乗を、まあ、左辺を一応一旦この後のことも考えて α の角度にしたいので、さらに4倍して16の sin 次乗 α cos 次乗 α 倍角公式を使ってあげました。で、次のこっちの部分がこことここを、比べてあげると 2x 次乗をマイナスの 2y の次乗というふうになり、で、あとこことここを引き算してあげると、i の方が消えてマイナスの2の cos2α の x 次乗たす、y 次乗というふうになって、16の sin 次乗 α cos 次乗 α イコール、2の 1- cos2α x の次乗マイナスの2の 1+ cos2α の y の次乗で、ここの部分っていうのが2倍の sin 次乗 α、 ここの部分っていうのが2倍の cos 次乗 α ですので、割り算をして1イコールに直してあげると、4分のってなるので、次乗という形にすれば、sin 次乗が打ち消しなので cos α の次乗でマイナスの同じく4分のとなるので2、 cos 次乗消えるので残るのは sin α の次乗で y の次乗、まあ、ちょっと大変ではありますが、さっきと同じ式が出てくるぞと。で、これが、とりあえず、丸1と丸2を満たす W が存在するということなんですが、正の実数となるよというような情報があったので、こいつをちゃんとチェックしましょう。はい。で、W っていうのが、マイナスの 2i の sin2α のx-yi マイナス cos2α たす i 倍の sin2α の x たす yi という風な形なので、これを代入してこれを満たすよという計算をしましょう。ここの部分っていうのが、ちょっと消えてしまいましたが、マイナスの 2i の sin2α の x-yi のマイナスのこれっていうのがどっちだったかな、 cos の 2α と、i 倍の sin 2α の x プラス yi でプラスだったかな、プラスの、こういう風になってに、かける、cos α マイナス i 倍の sin α っていうのが、正であるよという条件を今から処理していきたくて、で、これっていうのはまず、sin2α と、2 sin2α は、2α が0から π 上側の半周の部分ですので絶対こっちはプラス2っていうのはプラスなので、マイナス i という形になって、こいつの cos2α マイナス i 倍の sin2α をかけるよと、 cos2α マイナス i 倍の sin2α の x マイナス yi と引く、cos α、こいつを α 角度半分ですのでプラス i 倍の sin α の x プラス yi っていうのが、正だよと。で結局上側っていうのは結局虚部を考えるよということなんですけど、これに対して強弱を引くということは虚部を考えるということなんですが、計算をしてあげるとマイナスの cos αyi と、マイナスのi の sin αx で、こっちの実部っていうのは引き算で打ち消し合うので虚部だけ計算してあげると、まあ、単純に強弱を取っているので、同じ虚部が残るよと。でマイナス i で、割るよということなので、まあ、さらに2で割ってあげて cos αy 足す sin αx っていうのが正だよと。
つまりこれでさっきと同じ結論になりましたが、マイナスタンジェントのアルファの x より上側にあるよということで、まあ、ちょっとこっちの方は計算は大変にはなりますが、まあなんかやっていることはほぼ同じようなことで、ただ計算がちょっと大変になるよというような違いはあるんですけれども、まあ複素数のままこんな感じで計算していくこともできるよということで、まあこんな感じの方針もまあありなのかなというような気がします。はい、ということで、今回は2017年兄弟立系の第1問に関して見ていきました。まあ続きは第2問以降見ていきたいと思いますので、とりあえず今回はここら辺。また見てください。バイバイ。